注目のカード続きますね。これ注目ですね。これも面白いカードですね。関東第一と米子北、はい、共に選手権インターハイ出てるチームですね。そうですね、はい、ということで今キックオフ始まりました、はい、黄色のユニフォームが関東第一、東京のチームでインターハイにも出てました。米子北、鳥取、もう言うまでもないですね、強豪校同士の一戦ということになっています。ですね、はい、10番の中井選手ですね、はい、注目ですね、はい、一方じゃ関東第一でいうと、先ほど言った本間凛選手ですね。本間凛選手ですね。本当賢いですよね、はい、まあ、井上選手としては狙いたいでしょうね、はい、まあ、今フリーキックのトリックプレーって結構多いですから、ね、はい、これはあ、ちょっと見事なゴール、スーパーゴール決まりました。あれ、はい、後ろです、後ろです。枠の上でした、でした、はい、失礼いたしました。それぐらい落ちましたね。もう入ったと思いました、はい、行きましたが、ここは慌てません。ここただプレッシャーきついですね。やっぱりここのプレッシャーが、これ四中高の井室さんも、あの3回戦で四中高を倒してベスト8に行ったんですけど、そうですね、ベスト8に行ったんですけど、その時も米子北のプレス、あ、すみません、チャンスですね、言えない、縦で、あ、これ PK ですね、これ PK だ、 PK のやっぱり縦に行きましたね、今のは。お、落ち着いて、落ちましたね、真ん中下、はい、関東第一先制ですね。関東第一先制ゴール、はい、見事なドリブル突破、 PK を得て、はい、完全に崩しましたね。エースの本間が落ち着いて決めました、はい、ここからの米子北のリバウンドメンタリティが楽しみですね。そうですね、43番が、はい、小橋川選手ですね。そうですね、この人はエースですね。やっぱ小橋川、福田っていうのはやっぱこう2枚看板っていうのはやっぱりこう米子北はめっちゃ読みなので、すみません、もう一回、43番小橋川、ね、38番福田博、はい、はい、この2枚が入りましたね。あ、見てなかったです。外側からドリブルで、これも縦に行きましたね、中で、はい、あ、もう完全に個人で決めましたね、はい、全国で常に上位いけるっていうのはここだと思うんですよ、はい、失点した後、失点はやっぱしょうがないじゃないですか、はい、もちろんみんな無失点でいきたいですけど、はい、失点した後はしょうがないけど、その後にどう対応するかですよね。さっきましたね。さあ、米子北ドリブル突破、オーバーラップ、その左を使います。ゴール前2人の選手、クロスはサイドネットですね。サイドネット外側から当たりました、はい。そのメンタルっていうのはやっぱり指導者がしっかりと、そうですね、あとはやっぱり本当に実践経験させたり、実践に近い練習、うん、強度の高い練習をするかどうかっていうのはすごく重要になってくると思うので、はい、さあスペースがありますよ、うん、右足のクロスはしっかりとブロックに入りました、ましたね、そうですね、はい、中をしっかり見て確認してたんですね。しました、前向きがない、細かく持って右足のシュート、うん、10番の野田、キャプテンですね、はい、非常に面白いサッカーができているので、じゃあここであのワクロユースもこの後どんどんそうですね、ユースの試合も、はい、あの配信で皆さんにお見せすることができると、それこそあのクラブ選手権で優勝したセレッソ大阪ユースなんかも、アンダー18なんかもやっぱり風間彌弘選手が、はい、あのもうダイレクターに就任して、やっぱりこう、はい、ちょっとやっぱサッカーはまた面白くなってきましたし、うん、これもロングスローですね。そうですね、今日駐車場いっぱいですね、中井今日駐車場いっぱいですね、いっぱいですね、はい、さあショートコーナー左足のシュート、リフレクションがありましたがクリアしました、はい、ですかね、関東第一、関東第一85池田選手ですね、はい、さあただ米子北この辺り勢いが出てきた、ゴール前ボールが出た、エリアの左足のシュート、ブロック、もう一度右足のシュート、ナイスキーパー、ナイスセーブでした。これ逆取られてましたけど、よく、いやー、そこで振り抜きますよね。米子北の選手ってアタッキングエリア入った時に迷わないんですよ、迷いなかったですね、迷いないです。ただ見事なセーブ、飯村選手ですかね、さあカウンターは流れていきました。さあ関東第一セットプレーのチャンス、折り返してゴール前返します。このセカンドボール、ワンタッチで前、背後を狙っていきましたがゴールキーパー出ました。この役割をやりきるっていうこともできます、ね、多分それ J リーグにも言えると思うんですけど、はいはい、3人交代の時はなかなかこうそういうことはできない。スピードがあります、カウンター来ましたよ、これ狙いますね、あー、からのシュート、ルーを狙いたかったのか、ちょっと今シュートが中途半端になっちゃいましたね、はい、76番鹿岡とは選手ですね、それで選択肢が狭まれてしまいましたね、はい、でこうやってもうゴールキープするしかなくなりましたけど、ここを打破するのが関東第一ですね、ワンタッチ抜け出してプレーオンですね、ゴール前2人の選手、
抜けてマイナス気味のボール、左シュート打てるか、左足のシュート、あのペナボックスのところに集まってるね、はい、ここからニアとフォアに分かれて飛び込んでくるんでしょうね。ちょっと変わったプレー、トリックプレー使ってヘディングで決まりました。いや完全にトリックプレーですね。いや決まりました、これはトリックプレー。いやこれは見事でしたね。完全に今釣られてましたね。バーッと散ってショートコーナーでマイナス、ホンマリン選手から最後、はい、これは60。いやいいですね、ニアにちゃんと冷静に上げてましたね。あそこが開くって思ったんでしょうね。勝ち越しゴールを上げました。後半31分、見事なトリックプレー決まりました。でしたね、あ終わりましたね。終わりました。ここで試合終了です。アディショナルタイムはなかったんですね。そういうことになりますね、はい。関東第一見事な勝ち越しゴールをありました、はい。試合終了間際コーナーキックからトリックプレー、劇的でしたね、はいはい、2対1、米子北を下して、